トラベリンフラワーは二千十八年八月に結成したフォークニューミュージックポップスロックの要素を融合させ大人の世界を独特な形で表現している三人編成の日本のアコースティックグループプロデューサーディレクターのサミー・ M が作曲家戦八潮の弟子であった昭和歌謡歌手春子の CD 発売ライブを見てアコースティック系ポップスを彼女に提案し 他のメンバーに支持、歌手、作詞、作曲家、昭和歌謡、ジャズシンガーとして活動、ひろこ、ピアノ、ボーカル、コーラスシンガーソングライター、歌手、作詞、作曲家、編曲家、スタジオミュージシャン。NHK 教育、天才テレビくん、2001年度、オープニングソング、夢をつかんで、フジテレビ、目覚ましテレビ、ウェザーコーナー、 その日まで空を見てで、メジャーデビュー。サポートではジャニーズを始めたスー。たけし、ギター、ボーカル、コーラスシンガーソングライター、ギタリスト、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア。伊藤幸則、井上敦夫が参加した山本康弘ファーストアルバムのアレンジも手がける。森下淳が、水野葵、キャンディーゴー、ゴー、などアイドルの編曲、レコーディング。 楽曲提供など。2020から2020年10月10から11日、コロナに負けるな。第66回、大井ドン二十2020年9月1日、墨田ストリートジャズフェスオンライン祭り参加2020年8月23日、シャンセットサマーフェスティバル。新型コロナウイルスの影響で、 中止2020年8月15から16日、スミタストリートキャツフェスティバル。新型コロナウイルスの影響で、中止2020年7月5日、ミアロックフェス2020。新型コロナウイルスの影響で、中止2020年5月28から31日、大江戸ワインマイナス2020そば日本周波の白覧新型コロナウイルスの影響で、 中止2020年5月15から17日、野球暇反応をものづくりフェア。新型コロナウイルスの影響で、中止2020年4月25から26日、熱血グルメコウフェ新型コロナウイルスの影響で、中止2020年4月11日、オネアシアフェスティバル2020。新型コロナウイルスの影響で、延期2020年4月5日、 とっておきの音楽祭東京世田谷2020。新型コロナウイルスの影響で、中止2020年3月4日、第6回葛飾フレアイランフェスタ。新型コロナウイルスの影響で、中止2020年2月29日、ケルニカフェス3伊勢崎クロスストリート。新型コロナウイルスの影響で、中止2019年1月24日。 文京シビックホール2019年12月14日、海へからる、長浜イベントステージ2019年11月03日、ジャパンバードフェスティバル2019、人と鳥の共存を目指して2019年10月6日、第9回、イフ・イナリアマフェスタ2019年9月21日、チャイナフェスティバル2019、代々木公園イベントステージ2019年8月30日、 複合型体験エンターテインメントビル遊びるイベントステージ2020.0324現在ラジオドリームワークステレビ YouTube トラベリンフラワーのおしゃべりんタイムにトラベリンフラワーのおしゃべりんタイムありがとうございます